はい、どうもこんにちは、ゴットマンです。これが今日最後の動画になります。続きからいきます。まあ、さっきの続きからですね。まあ、これやな。さっき前回は、まあ、青鬼にちょっと見つかって終わったというような形なんで。形ですね。したと。まあ、無事かとなると、気づかれなかったと。そうですね。戦略戦ですよ。まあ、カーテンやり過ごすと。だと、まあ、こういう感じになっていきますと、まあ、もうちょっと知りたい人は、まあ、前回の動画をご覧ください。ロッカーキー手に入ると、開いたと鍵が。で、まあ、イケメンのヒロシが映ると、人体模型が見つかると、月足す1ってことは、まあ、これ、まずこれ、まず、タータス月っていうのはですね、まあ、まず、胃のことなんでしょうね。まあ、だから、胃を選択します。いいですね。押してみた。次は灰を押す。まあ、月たす1はもう組み合わせると灰になるんですよ。で、たと、なんか月はですね、重ね合わせると、E になるんですよね。だからその順番を押すと、まあ、E と灰になるんですよ。た、まあ、こうなるんですよね。まあ、模型から紙落ちてきました。あれ？模型からなんか紙が落ちてきた。どんな紙ですか？なんか書いてあるけど、文字が小さくて読めないな。ほら。ちっちゃ。確かに見えないですね。しかし、もしかしたら何かの手がかりになるかもしれませんし、持っていきましょう。次はどこを調べようか。そうですね。先ほど、培養室があると言ってましたよね。そこに何かあるかもしれない。確かに、培養室なら何かありそうだ。お願いします。培養室に入るぞ。ここは研究器具がたくさんあるな。何かを培養していた部屋なんだろうな。たけし君、何か使えそうなものがありますか？顕微鏡があるな。顕微鏡？たけし君、これを調べてもらえますか？これやろ。メモ。さっきの紙の文字小さくて肉眼では読めませんでしたが、顕微鏡なら読めるかもしれない。調べてみてください。文字が読めるぞ。何何？管理室イコール100たす J たす9たす K たす A って書いてあるな。何のことだろう。管理室は先ほど確かにありましたね。その部屋に関するパスワード的なものかもしれません。先に行って確認する必要がありますね。他には何かありそうですか？そうだな、よく見たら培養室には怪しげな機材がいっぱいあるな。一体ここは何の施設なんでしょうね。わからねえけど、興味の悪い奴が作ったってことには間違いなさそうだぜ。机の上に試験管が並んでるな。これは何だ？血？何？蓋された試験管に赤い液体が入ってる。血ですね、これ多分。血の入った試験管だな。気持ち悪いけど、持っていこうかな。まあ、持っていくべきやろ。そうですね。もしかしたら何かに使えるかもしれないですし。こんなものが使いたくねえな。
お願いしますね。さて、私も先ほど、たけし君が見つけてくれた数式の意味を解くために管理室に行ってみます。お、管理室のはダイヤルで鍵がかかっているみたいですね。鍵はこんな感じになっています。わお。このダイヤル錠がさっきの数式を関係あるのか。おそらく。管理室のダイヤルナンバーは、100たす J たす9たす K たす A と書いてあったので、100やろ ?ABCDEFGHIJ。100たす10やろ ?110 やん。ほんで9が ABCDEFGHIJKMLOP9130? ん？何やろ ?137 でいいか。お上くげ。あ、トランプなのね。トランプなのね。アルファベットはトランプの数字ですね。J は11、Q は12、K は13、A は1を表すわけです。なので合計は137ですね。全然答え方違かった。ちょっとセーブしておきます。ほう、これ、俺天才やな。さてと。なるほど、そういう意味だったのか。管理室の鍵が開きました。ここも随分と乱雑な部屋ですね。ベッドの机にロッカー、それとロッカーが並んでいます。何か奥から音がする。奥に扉がありますね。ロッカーに隠れとこうか。あの音は、さっきの化け物。ひとまずロッカーに隠れます。鍵がかかってる。これや、ロッカーの鍵。開いた。ロッカーに隠れます。たけし君、またあいつです。ブルーベリー色の、そこにいるのか。はい、ロッカーの中に隠れてやり過ごそうと思います。動くなよ。そいつは姿を見せなかったら多分諦めて出ていくから。はい、そうします。あ、もう8分だったのか。早いな。行ったみたいです。よかった。どうだった？あの化け物について何か分かったか？ いえ、さすがに情報量が少なすぎて、人ではないとしか言いようがありません。本当にヒロシはクソ真面目だよな。いえ、そんなことはないですよ。ヒロシ、ちょっといいか？どうしましたか？いや、俺さ、実はお前のこと最初は、いけすかねえやつだなと思ってたんだ。いつも一人でクソ真面目に勉強して、一人言うことが恥ずかしいなんて思っていなさそうで。恥ずかしい？一人は恥ずかしいものなんですか？そうだよ。みんな一人になりたくないって、誰かとつるんでんだよ。ん？俺だって、拓郎や美香が大好きかって聞かれたら自信を持って答えられない。拓郎はあんな性格だし、振り回されることも多い。でも一人になるのが嫌だから一緒にいるんだ。きっとそういう奴ら他にもいっぱいいると思う。だから、平気で一人でお前を、俺は羨ましいと思いつつ、認めたくなって。だから最初は、脳みそ野郎って拓郎たちに言って、笑ってたことがあったんだ。脳みそ野郎ですか。ごめん、悪かった。でも私は当初は、拓司君たちに興味を持てなかったんで、それもそれでひどいな。はい、ひどいと思います。すみませんでした。はは、お互い様ってことか。そうですね。しかしこの状況では、たけし君とチャットできていることが心の支えになっていると思います。支え？はい。少しながら、なからず私も心細さや多少の恐怖は感じています。なので、こうしてたけし君と話すことで冷静でいられます。俺はビビってばっかだけど、ちょっとは役に立てるんだな。はい。ありがとうございます。照れくせえさ。
でも俺もヒロシがいてくれてよかった。ありがとな。絶対にここから出ような。無事日常に戻れたら、今度の試験の勉強見てくれよ。たけし君いつも赤点ばかりですもんね。うるせえよ。よし、そうと決まれば、早くここから出ないとな。それで何かその部屋にヒントはあったか？そうですね。ロッカーの中に何かかかっていますね。白衣ですね。え？戻しとこう。何か怖いのでロッカーに戻しておきましょう。ん？やけにロッカーが硬い。よいしょっと。しまった。大きな音を出してしまった。ほんまに。来てばよかった。